清文見てる。音大生上手だよ。ということで、清文、結婚おめでとう。ということでね、この度、私のね、かねてからの親友であります、中原清美がね、ついに結婚するということでね、こうやってビデオレター撮らせてもらってる。うん？あれ？結婚じゃない？結婚じゃない？結婚じゃなくて？セカンド EP 発売を記念した？レコ発ライブが、それに俺が呼ばれてる。そういうことだったのね。連絡に不備があって混乱させてしまったんですけど、中原清美じゃない？セカンド EP 発売記念の3発目はね、インターネットの振動。音大生の長男でございます。いや、清文とはね、もう長い付き合いになるんですけど、俺あいつが仕事辞めるって言った時、なんか本当に嬉しくて、ついに清文も地獄の扉開けたんだなって思って。見てもらったらわかると思うんですけど、無職でバンドマンやるのってすごい辛いんですよ。だけどね、清文と一緒なら地獄の底でも下ネタ言い合って音楽続けられると思うんで、12月8日の渋谷クラスロード、ぜひ楽しみにしててください。清文!12月のライブも上野千鶴子が尻尾巻いて逃げるぐらい最高で最悪のライブにすんぜー。ほんじゃ、会場で会おうな。お前ら、メビー、潰さー。